ではまた17歳に続きまして、私がおばさんになってもパンツスタイルでやろうと思います。秋が終われば冬が来る、ほんとに早いわ。夏休みは二人して最短へ行ったわ。日焼けした肌まだ黒い、楽しい思い出。来年もまた最短で泳ぎに行きたいわ。あなたは優しい人ね、私あんな気がせて、ずっとこのままいようとキスをした。私がおばさんになっても泳ぎ連れてくの派手な水着はとても無理よ。若い髪は負けるわ。私があなたになっても本当に変わらない。とても心配だわ。あなたが若い子が好きだから。そんな話は馬鹿げてる。あなたは言うけど、女盛りは熟女だとあなたが言ったのよ。だけどナイフは顔で私を見つめて、あれは冗談だったとキスをした。私がおばさんに会ってもリスクに連れてくる。ミニスカートはとても無理よ。若い子には負けるわ。私がおばさんに会ってもドライブしてくれる。オープンカーの屋根外してかっこよく弾いてよ。私がおばさんになったら、あなたはおじさんよ。かっこいいことばかり言ってもお腹が出てくるのよ。私がおばさんになっても本当にたまらない。とても心配だわ。あなたが若い子が好きだから。今日は息が切れました。なんか今日はね、息が上がっちゃいました、なぜか。でもパンツだったので、なんかちょっと足上げるとき気を使わなくてよかったです。とても心配だわ。あなたが若い子が好きだから、ここね、ここだからのとき、ちょっとね、ちょっと大丈夫かなっていつも実はそわそわしながらやってるんですね。ミニスカートの時とか、この足上げでちょっとこの角度で、こっちだったらまだいいんですけど、こっち上げるので、あとちょっとね、美熟女的に大丈夫かなと思って、この上げが半端になったり、なんかこう、でも上げすぎるとなんかちょっと大丈夫かなと思ったりして、ちょっと迷いが出るんですね、いつもこの時に。どこまで上げようっていう、本当は思いっきり上げたいけど。
けど、なんかあげたらちょっと大丈夫かなって思って、恥ずかしいなって思っちゃうから、ちょっとね、恥じらいが出ちゃうんですね。でもパンツだとそんなに気を使わないでいい、それだけは良かったなっていうふうに思いますね。ありがとうございました。私がおばさんになっても聞いていただきました。